な、そうだろう。な、なんじゃおどれ。お前は増添。なんでお前がここに。増添。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。は、話がまるで見えん。一体何なら、こりゃ。なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってどこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と達川でね。それがなぜかって言うと、こいつらユータのことをおかげの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視。なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が採用会の後継者だからだ。ああ、宇佐美優太は採用会の総帥老の血を引く実の息子だ。な、何言ってんの。老の息子はジミー・ローは3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、マスオエ。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことで、そいつは採用会の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな、マスオエよ。採用会ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから採用会のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の跡目を継げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かんだろう。跡目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために採用会歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず物心つく前から施設で育ったろうが、俺と達川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。
真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが採用会から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、採用会に拾われた兵敗つだ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ達川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ。俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず能天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供を産ませって言ったんだよな。な。そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊路線言うとったんはそん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目を摘むこともお目付け役の仕事だ。踊れ。てなこと言い合ってからに。だがその矢先、今から一年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。